皆さんこんにちは。ジャニーズの一時代を彩った男組、そのベーシストこそ高橋和也さん。ジャニーズ性被害問題でも声を出しています。そこで今回は高橋和也さんの家族や岡本健一さんとの仲、男組との仲、またジャニーズの性加害についての発言についてご紹介していきます。2023年9月7日に行われたジャニーズ事務所の記者会見。この会見には藤島ジュリー景子前社長と東山紀之新社長、井ノ原快彦さんらが出席し、正式にジャニー氏の性加害を認め謝罪や補償をすることを発表。大きな話題となりました。さまざまな声が集まる中、ジャニー氏による過去の性加害の暴露も相次いでいます。高橋和也さんは名古屋で行われたライブ会場で性加害についてコメントしました。発言があったのは男組2023ザラストライブの公演内ステージで、今ジャニーズ事務所が大変なことになっているが、俺たちは昔ジャニーズだったことに誇りを持っている。俺たちの名前男組をくれたのもジャニーズだ。いろいろなことを言う人たちがいるけど、それで傷ついている人間もいる。俺たちはこれからもジャニーズを応援するし、皆にも応援してほしいと語りました。男組に加入する予定だった土田和典さんの告発には、男組メンバーは性加害を受けていたというものでした。土田さんはジャニー喜多川氏のマンション通用合宿所に行き、男組のメンバーとジャニー氏に初対面します。広いリビングに案内され、そこには男組のメンバー以外にも全部で 5,6 人の男の子がいたとのこと。彼らはテレビ画面に向かってゲームをしており、ジャニー氏はその向かいのソファに腰掛けていました。土田さんはおいでとジャニー氏に呼びかけられ、ソファに来るように促されたのでジャニー氏の隣に腰掛けたそうですが、ジャニー氏は土田さんに膝の上に乗るよう指示しました。土田さんが腰掛けるとジャニー氏は服の上から土田さんの体をベタベタとまさぐりました。周りでゲームに興じていた男組のメンバーたちもその様子をチラチラ見ていたそうですが、特に気にする様子もなく慣れている様子だったと振り返っていました。これは高橋和也さん含める男組が普段から性被害を受けていたと思われる光景だったのでした。2023年でのライブで高橋和也さんが行った苦しい思いをしたメンバーもいる中での勇気あるコメントには、コンサート会場は拍手喝采でした。そんな勇気ある発言をした高橋和也さんの簡単なプロフィールを紹介します。高橋和也さんは1969年5月20日に生まれて、出身は東京都世田谷区です。高橋和也さんの結婚については、1994年に美奈子さんという方と結婚されました。美奈子さんとの最初の出会いは、高橋和也さんがジャニーズ事務所に入所して間もない頃、高橋和也さんは近藤真彦さんの後ろでバックダンサーをするなど、まだジャニーズジュニアとして活動していました。無名ともいえる高橋和也さんにサインしてくださいとお願いした美奈子さん、実は奥さんは高橋和也さんが初めてサインをした記念すべきファン1号だったのです。美奈子さんの年齢など詳しいことは不明ですが、とても積極的な女性ということがわかります。よっぽど好みだったに違いありませんが、ジャニー喜多川さんのようにアイドルを見る目があるのかもしれません。それから2年後の17歳から交際を開始したという2人。高橋和也さんがジャニーズ事務所を解雇された翌年に結婚しました。解雇された理由は、当時ジャニーズ事務所の実質的な経営権を握っていたメリー喜多川さんを激怒させたためだそうです。高橋和也さんは当時協調性がなく反抗的な態度をとってしまっていました。若かったので無理もありませんが、それに加え薬物使用疑惑も浮上。こういった経緯から突然解雇を告げられてしまいました。薬物疑惑については証拠はなく、本人も完全否定しています。おそらく高橋和也さんにとって人生で最も辛い時期に美奈子さんが支えていたということが想像できますね。二人の結婚は出会いから10年以上が経っており、若い頃から付き合ってゴールインした二人の愛は本物と言えるでしょう。妻の美奈子さんの情報はほとんどありませんが、積極的な性格でこうだと決めたらとことん
追求するような芯の強い女性だということがわかります。そんな10年以上に及ぶ大恋愛を実らせて結婚できた高橋和也さんと美奈子さんですが、6人ものお子さんが生まれています。結婚生活の中では美奈子さんが風邪で寝込んだ時には子供たちにご飯を高橋和也さんが作っていたといいます。以前は1キロのひき肉と40本のナスを買い込み、ひき肉とナスの挟み揚げを作り大好評だったそうです。作りがいがありそうですが、食べ盛りの子供たちの食事を作るのは大変なことでしょう。お子さんたちの姿についてですが、2016年1月22日放送のテレビ朝日系徹子の部屋ではその四男二女の兄弟の写真も公開されたそうです。またお名前も公表されていまして、長男は幸太郎さんといい、これは前田幸洋さんの幸の字をもらったとのことです。解散後もメンバーへの愛が変わらないことがうかがえます。そして長女が愛子さん、次男は優太さん、三男が海人さんといいます。この高橋海人さんといえば、大和田奈々さんと反同性疑惑などを起こしたお騒がせメンバーにも同じ音の人物がいますね。キング&プリンスとして無事デビューしたものの、当時は退所までささやかれていました。と同時に彼が高橋和也さんの息子ではないかということも話題になっていましたが、今ここで同音異人、あるいは同音異人ということが改めて明らかになりましたね。さらに四男の飛鳥さんと次女の桃子さんと続きます。これだけ男の子がいて誰もジャニーズに所属していないというのはある意味不思議ですね。高橋和也さんは子育てについて、それぞれ自分で道を切り開いてほしいと話しています。コネで芸能界入りというのもありだと思いますが、そういった力は貸さないスタンスのようです。特に芸能界に入ってほしいとも思っていないそうなので、自分の苦労を味合わせたくないのかもしれません。長男の幸太郎さんは大阪で会社員になったそうです。名前をもらった前田幸洋さんがこよなく愛する大阪に就職というのも何かの因果かもしれませんね。ただし長女の愛子さんに関してはモデルや女優志望でモデル事務所に所属しているという情報がありました。愛子さんについては今のところ目立った活動がないので、これから活躍が見られるかもしれません。徹子の部屋ではずっと寄り添ってくれている妻に感謝の言葉を述べていた高橋和也さん、奥さんからの手紙が読み上げられると男泣きしていたのが印象的です。家族の絆は日々作り上げられているのでしょう。それにしても少子化の現代に6人の子供を授かるなんて本当にすごいことですよね。美男美女揃いとも言われているので、いつか高橋和也さんファミリーでビッグダディのような番組を企画してほしいところです。家族関係でも有名な高橋和也さんですが、一方で男組時代からの関係で真田丸でも共演した岡本健一さんとの仲がいいことも言われています。男組のギタリストであり今なおメンバーで唯一ジャニーズ事務所に席を置く岡本健一さん、素行不良からメリー北川さんに嫌われて解雇されたとも言われる高橋和也さんとの仲は一体どうだったのでしょうか。なんとこのお二人は男組時代から仲が良かったそうです。1990年のザ・ローリングストーンズ初来日公演の際には10公演のうちなんと5回も岡本健一さんと一緒に見に行ったとのことです。しかもそのうち1回は最前列に先輩を発見しアンコールを見ないで帰ったのを確認するとその席まで突撃したそうです。お二人のラッキーはまだ続きます。そして特等席でジャンピンジャックフラッシュでノリノリのところをカメラに映し出され一躍知れ渡ったのだといいます。やはり共通の趣味があるというのはそれだけ友情も固くなりやすいのではないでしょうか。またそんなお二人が時を経て2016年の NHK 大河ドラマ真田丸って共演します。高橋和也さんが演じたのは豊臣政権下末期の五大老の一人宇喜多秀家です。簡単に言うと堺雅人さん演じる真田幸村と共に関ヶ原の戦いへ臨み副大将として奮闘しますが、小早川秀明の裏切りで敗退を余儀なくされます。史実ですので変えようがない部分ではありますが、主人公の味方というスポットライトの当たり方もあって
人気も高かったのではないでしょうか。対して岡本健一さんはこちらも五人衆の一人、毛利勝長役でした。五大老と五人衆ですので、いわば位は違いますが、最後まで豊臣に義を尽くした熱い魂を持った武士たちです。共演もかすかにあったようです。というのもこの表現がぴったりで、裏切った小早川秀明を霊魂として苦しめる場面でお二人が揃い踏みでした。撮影時同じ場所にいたのかまでは定かではありませんが、現ジャニーズと元ジャニーズの共演です。関ヶ原の戦いの後日談のシーンで、こちらは雪解けと言えるのかもしれません。男組の他のメンバーとの中ではどうだったのでしょうか。男組の中で一番個性が際立っていたと見るファンも多い高橋和也さん、それゆえに浮いていたのではないかという見解もあります。しかも男組解散の元凶が高橋和也さんの素行不良とも言われていますので、あまり印象は良くないのかなというイメージも湧いてきます。実際の中とは一体どんな感じだったのでしょうか。2017年2月6日の前田光陽さんのブログでは、2年ぶりの再会を祝すとともに当時の印象が語られました。確かに若い頃の高橋和也さんには話しているとイラつくこともあったそうです。しかしその時にはむしろふむふむという感じで聞けるとのことでした。時の流れが解決したという見方もありますが、前田光陽さんはやはり高橋和也さんのことが好きだからということで締めくくっています。喧嘩はしても根本では好きというのも友情の一つの形です。高橋和也さんも前述のようにご長男に前田光陽さんの子の字をもらったほどですから、心から尊敬している面はあるのでしょう。成田昭次さんに関してましても特にエピソードは見つかりませんでしたが、それは特に不仲でもないという見方もできるかと思います。仲が良かった上の男組の再結成だと思います。これからも活躍に期待したいですね。いかがでしたか。今回は高橋和也さんについて奥さんがどんな人か、お子さんについて岡本健一さんとの仲、男組との仲について紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。